そう、ちくわぶ一人で2本とか3本とか食べる人いるんですけど、ね、いやー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上です。ちなみにこれ全部ハオさんが仕込みをしているので、そうなんですね。仕込みにどれくらいかかってるとかってわかりますか？仕込みね、はい、だいたい午前中の11時ではもう始めてるって言ってますよ。だから、はい、その仕込みがあるために、例えば雨が降るじゃないですか、向こうはできてたんだけどこっちはできないので、基本的にお休みになっちゃう。おすすめの具材ありますか？おすすめの具材はやっぱり定番じゃないですか。大根に、はい、こんにゃくと、あとうちチカーブがあるんで、はい、あ、チカーブいいですね。東京の方とかね、あっちの人はチクワブ慣れてるじゃないですか。はい、僕もあんまり食べないけど、たまにでもね、チクワブ大好きな人が来るんで、僕も大好きです。チクワブ一人で2本とか3本とか食べる人いるんですけど、美味しいですよね。なるべくなんか綺麗だと、このお茶にして、ちくわぶ、ちくわぶ東京です。それなんですか？
完成ですか。はい。いやいや、用意してます。大事です。まあ、万が一の時に始めれば。うん。万が一家で寝てくる。家で帰れたら帰る。一応。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。まあまあ、まあ、好きな時間で食べるのも。いい。いいですか。そう厚揚げと最後にさつま揚げこれね。ただしプレゼンがしたいってこと。プレゼン。実は今日4本だけ午後展なんです。あ、そうですか。あ、本当だ。ただ順位は決められてない。大将の気まぐれで。人気があれば入れるんですか。もう4本しかないから。カンペン売りしちゃいますね。じゃ決めるんですね。ライトに。はい、次のお待たせいたします。去年あの焼き芋屋さんがここの道通ったんですここの道を通ったんですけど、そこが信号青になった瞬間に。そう、田舎行きたいですよね。すごいな、もうスピードで駆け抜けて、伝説のおじいちゃんが行ったんですね。ハワイまで出してますね。やるかやらないか。そうそうそう、そうそのやらないか。だってゆっくりです。浜松あれな、出世の街ってわけ。出世したらね、徳川家康が浜松。違うかもしれない。おじいちゃんどうしてんだろう。浜松はすごい、なんかいいですよ。そういう味なんですね。あの工事のおかげで、まだここ通れないから、どの辺なんですか。勢いで行けなくなったの。日本静岡。静岡。うなぎが。今日は早めに飲んで寝るっていうやつなんです。このままでラチャーが寝つきた。いやー、これはなんかこういうことですね。こういうことですか。あれあれ。いいですよ。そう、まだ高橋さん来ない。来れないな。私も、はい、ニコニコだね。海軍と餅巾着、はい、大人になったら好きなものだけ。まあまあまあそうね。卵、はい、と大根、いや静岡行きたいですね。餅巾着、静岡案内しますよ。あと、いるんですか。いないですよ。それもちっこでもいい。ちくわ、はい、以上で、はい、お願いします。え、マジですか。まあでも、そうですね、福岡とか大きいな。福岡は、後輩が来て紹介してくれてそのスポーツ会社が、この前ちょっと聞いてて、うん、あれ、そうそうそう、からしはつけますか。はい、お願いします。来て、また皆さんに飲みに行きたいなと思って、次、お父さんもちょっと
ました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。お前さんと伊藤さんだけでずっと迷ったんですよ。太いよ。篠原とか杉野とかは、うん、サッカー系なんで、うん